どうも、ルルカです。セブンナイツ、毎日アリーナ、今日もやっていきたいと思います。今日、今時点で、今っていうのが、2月25日の18時16分時点ですね。44,208位、勝率 55%、勝利回数25勝を、20敗ですね。コメントでね、コメントをいただいて、前回の動画でコメントをいただいたんですよ。シーロムパークさん。なんて読めばいいんだろう、これ。サイロムパークさんですかね。すいません、ちょっと読めなくてごめんなさい。で、アドバイスをいただいて、陣形を攻撃陣形に、変えました。で、ニアを、先頭に置いて、後ろの4人、まあ、アイリーン後ろにして、まあ、なるべく、こう、被弾を避けるような形をとって、アイリーンが1回でも多く攻撃できるようにしたっていうところですね。で、ここに今、エスパーダが入ってるんですけど、エスパーダ、カリンとエスパーダをチェンジしました。防御力はダウンしちゃうんですけど、まあ、カリンがね、ヒール使ったりとか、リザレクション使ってる間に、やっぱり向こうから、一撃必殺技、やっぱり使われて、結局生き返ったやつすぐ殺されちゃったりとかするんですよ。で、それって意味あんのかなっていうふうに思って、ちょっと攻撃的な、シフトに変えてみようかなっていうふうに思ってやってます。ただ、エスパーダ自体は単体攻撃の必殺技しか持ってないので、まあ、そこら辺はどうかなっていうふうに思ってるんですけど、今んとこ星5で、強い、キャラってエスパーダしかいないんで、まあちょっと、ここで勝負していくしかないかなっていうところですね。あと、ニアが星5にできれば変わってくるかもしれないんですけど、あと、星6キャラですね。あと、素材が揃えば星6いけるんで、2体。2体は星6作れるんで、虹の聖水が今12個あるんで、はい。なので、これでちょっと、まあ、強化してって、もっと勝率上げていきたいなって思っております。さて、今日、勝ち越せるでしょうか。昨日は3勝2敗。今日も、まあ、勝ち越しでいきたいですね。他人がいないな、相手。相手、魔法じゃねえんだ。相手魔法じゃないとニアが戦闘でも。なんだこれ。なんだバフか。ハローメガドンパンチやってくれ。こんな結末だなんて。1回だけ引き継がせてくださいか。いや大光人。うわ、やけどって死んだ。厳しいね。なんかあのキャラちょっと初めて見ましたね。おー、レイチェルだ。レイチェル怖い。わ、ユリもいるじゃん。オッケー。やー、光の力で受け止めてね。ここで雷光陣行ってほしいんだけどな。来た。いや雷光陣。オッケーオッケーオッケー。神の何において受けるわけには。受け止めてね。
いやーきついな。これで。よし、感電させた。今のうちに他のやつを倒せ。エイジェルがまだ1回使えるからな。これきついな。わあ。ちくしょう。あ、これはもう完敗だな。惜しかった。逆転。よし。あぶねえ。なんとか感電させられたのが良かったか。今日はもうこのまま行きます。頑張ってちょっとクリス。通るな。結構ね、意外とレイチェルが弱いんだよね、属性こういう状態以上。あー、ニアの一文字低さが。感電しろ。知ってるけど。感電しろ。倒したのか。大地の恵みよ。逆にやられちったな。これで終わりですわ。アンダラ。いやーきついなー。わあ、終わったな。これは効くわよ。いやー厳しい。もう負け越し確定。3勝1勝3敗。そしてまたレイチェル。これ星5レイチェルかな。マヒレ、感電しろ。感電しないか。てか、2人いんのかよ。セブンナイト2人嫌がる。
どうか。うわー、これはきつい。攻撃力低いんだよな。あー、惜しかったな。いやー、シルビアがちょっと活躍できなかったね、全然。いやー、一個負け越したー。うーん、次経験値ダンジョン何来るよ。また火が来んのか。火はいいんだよな。ね、水が13時間後。明日の朝8時か。で、進化が5時間後に闇が来るのか。闇が来る。闇が来る。頑張ってここでアイリーンの素材集めるか。アイリーンとニアを進化させるか。金が足んねえんだよな、アイリーンを進化させるにも。はい。まあ、ちょっとこの悔しさをバネに、明日はね、もう一皮向けた、戦いをしたいなと思っております。はい。もし、アドバイスとかね、いただけたら、本当に嬉しいです。動画のね、コメントとかに、アドバイスいただけたら、非常に嬉しいです。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。それでは、バイバイ。